ラウル・アダルベルト・モンデシーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、プロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のカンザスシティ・ロイヤルズに所属。現在の登録名は、アダルベルト・モンデシーである。MLB の外野手として活躍したラウル・モンデシーを、父に持ち、実刑のラウル・モンデシー・ジュニアも元プロ野球選手。2011年7月27日、16歳の、 誕生日を迎えたこの日にカンザス式ロイヤルズと契約してプロ入り。2012年に参加のパイオニアリーグのルーキー級アイダホフォールズチュカーズでプロデビューし50試合に出場して打率。293本類打30打点、11盗塁を記録した。2013年は A 級レキシントンレジェンズでプレーし125試合に出場して打率。 261、7本塁打、47打点、24盗塁を記録した。2014年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、110試合に出場して打率。211、8本塁打、33打点、17盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2015年は A 級 ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、81試合に出場して打率、243、6本塁打、33打点、19盗塁を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。レギュラーシーズン終了後の10月、ロイヤルズがワールドシリーズに進出すると、モンデシーもロースター入りした。そして第3戦の5回表に、 当主のダニーダフィーの代打として、史上初のワールドシリーズでのメジャーデビューを果たした。2016年は、開幕から AA 級のスーエストアーカンでプレーしていたが、5月10日に薬物検査で筋肉増強剤のクレンブテロールが検出され、50試合の出場停止処分を受けた。当初は、通常の80試合の出場停止処分が適用されるところだったが、 風薬に含まれていたものだったとして50試合に軽減された。処分が明けるとマイナーでの出場を経て7月26日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャー公式戦初出場を果たした。復帰後は一定の出場機会を与えられ最終的には47試合に出場。打率185日本塁だ。 13打点だったが、本類打よりも多い3三類打を記録、成功率9割で9盗塁を決めた。2017年は、開幕をメジャーで迎えたが、不審で1ヶ月と持たず、マイナーに降格。9月に再昇格したが、25試合の出場に止まった。2018年の開幕前に登録名を、ラウル・モンデシーから、アダルベルト・モンデシー変更した。 父や兄の名前と区別するためにミドルネームを登録名にした。開幕をマイナーで迎えるも、6月にメジャーに昇格すると、その後はアルシデス・エスコバーの不審もあってメジャーに定着した。75試合に出場し、課題の打撃では打率、276、14本類打、37打点と向上した。また、少ない出場機会ながら、 アメリカンリーグ4位の32盗塁を記録した。2019年は、声優遊劇種として出場していたが、6月に素刑部の、針で、7月と9月に、左肩の痛みで多く欠場した。主に2番打者として102試合に出場し、規定打席には届かず、打率、263、9本塁打、62打点、43盗塁、13塁打などを記録した。 前年に比べて打撃は低下したが、守備は、守備率、984と向上した。2020年は、アリーグの盗塁王のタイトルを獲得した。瞬速かつ強権で、守備もハイセンスの打球判断を備える。打撃は、忍耐強さなど課題が多い。ありがとうございます。